南條由志のソロデビュー10周年企画第1弾全曲振り返りトーク。どうも南條由志です。いかがお過ごしでしょうか。この動画は私の10周年企画第1弾ということで、今までリリースされた楽曲を全曲振り返っていこうという企画でございます。今日はですね、ライブアライフに収録されている3曲目アンドアイについてお話ししていきます。イメージカラーは青です。作詞は南條由志の、そして作曲と編曲は斉藤真也さん、シャイニー先生でございます。どんな曲なのかちょっと聞いてみてください。穏やかに静かに寄り添える曲になるといいなと思って曲を作っていただき、そして作曲いたし、作曲じゃない、私は歌詞を書きました。シャイニー先生のね、いつも熱い曲はね結構たくさん書いていただいていたりとか、この次回のアルバムかなでもご紹介する青星とかね、めっちゃテンション高めの上がる曲なんですけど、そういうイメージもすごい強くあるんですけど、こういったしっとりした曲もすごい素敵だなと思いながら歌詞を書かせていただきました。最近ねライブでやるとアコースティックでやったりとか、クリック聞かずにねやったりみたいなことが多かったので、もうみんな演奏するバンドさんたちもこう浸って浸って演奏してくれるから、だいぶゆっくりになるんですねライブでやるときって。まあ、なので今こうしてオリジナルのね音源を聞くとちょっとその速さに驚いてしまうんですけども、オリジナルはこんな感じで、他にもね、楽器の音だったりとかコーラスとかも入ってねいるんですよ。コーラスこの辺かな、出るかな急に、えい、も入っていたりとかしています。でね、ワンコーラス目とかは特にアレンジする時もお願いしたし、ライブでやる時もそのバンドさんとかにお願いしたりとかするんだけど、部屋で2人で話していますと、向き合ってなのか分かんないですけど、夜で、で窓の向こう側、外にある月明かりの明るさだけでお話ししているイメージにしてくださいっていうことをね、もう何度も何度も私はお伝えしてきて、もう間違っても蛍光灯だけはつけないでくださいっていう話をしながらアレンジをねしてもらっている曲です。もうなんかそういうちょっと暗めの、でも月明かりもさ本来だったら結構明るいじゃないですか。でその中で、まあその2人が、まあ、どういう2人か分かりませんけども、まあ、真面目な話なのか今後の話なのか分かりませんが、なんかそういう話をこうとつとつと語り合っているイメージで、曲をね仕上げていきました。まあなんかこう大切な人全般当てはまりそうな歌詞にはしたんですけど、サビとかも飾らないそのままの君でいてほしいとか、切なさや不安な夜に襲われる日もあるけど、例えば孤独を感じても怯えないでいてとか、書いたんですけども、なんかね結構
握手会はやってないな、サイン会とかやらせてもらった時とか、聞いていると自分の子供の顔が浮かびますとか、なんかそういう感想もねいただけたりとかして、確かにそれもありかなと思いました。どこかな、どうか君の未来に幸せがあふれるよう小さな祈り、積み上げていくとか、そういった歌詞もあるのでね、誰か大切な人に向けての歌詞ということで聞いていただけたらなと思います。あ、で、あとね、そう、これ曲歌詞書く前かデモが来て大丈夫ですかっていう確認状態の時に、作曲のね斉藤慎也さん、シャイニー先生から電話かかってきて、なんちゃん大丈夫だったみたいな、あの曲どうみたいな、あ、めっちゃいいですありがとうございましたとかって、私なんかその時ステーキ屋さんで肉を食べていた記憶があるんですけどはいっつって電話出てねお話ししてたんだけど、サビのね、ここサビ、これ急に出るかな、これそのまあまあののところ、ここ歌詞のはめ方をそのまあまあのってこう2音目をのーみたいな感じで伸ばしてほしいっていうお願いが来て、あ、わかりました、本当に大丈夫、わかってる、ヤギ沼さんねって言ってフリップサイド、当時まだバリバリボーカルだったんで、あのフリップサイドにも歌詞曲たくさん提供してくださってるので、シャイニー先生がヤギ沼さんじゃなくてヤギ沼さんで頼むねって言って電話かけてきてくれて、あ、はい、わかりましたっていう電話をした記憶を、この曲をね原曲聴いていると思い出すなと思いました。あ、そう、で、あとうちのバンドのねドラムの八木さんが特に大絶賛してくださっていて、これ歌詞誰書いたのってすごい言ってくれるんですけどね、私って思っています。結構私的にもなんか自分でも新鮮な歌詞が書けたなというか、こう熱すぎず冷たすぎずというかね、なんか自分でもいろいろ歌詞を書いてきましたが、一番気に入ってるかもしれない説があるぐらいの曲です。アンドアイ、めっちゃ喋っちゃったけど、お便りも紹介します。ルケマロさん、ありがとうございます。南條さん、こんにちは。こんにちは。私は南條さんファン歴2年ほどの新規のものです。どうもありがとうございます。そんな私のお気に入りの曲はアンドアイです。恥ずかしながらこの曲の存在を知ったのは、昨年2021年の TikTok ライブの時です。アコースティックアレンジで披露されて、なんだこの曲はと衝撃を受けました。南條さんの優しい寄り添ったような歌い方が大好きです。特に好きなのはそれリゴーの部分です。サビの頭ですね。今では試験の前とかにそっと寄り添ってくれる、そんなお気に入りの曲です。くじけそうでも強く生きようと思わせてくれます。これからも応援しております。10周年おめでとうございます。ありがとうございます。そう、 TikTok ライブをやらせてもらったんですけど、アニマックスさんのね、いつもお世話になっているアニマックスミュージックスさんの、企画の一環だったんですけども、まあ、コロナ禍でね、なかなか人との距離感っていうのも遠くなってしまった、時期でもあったので、この「アンドアイ」という「近くにいるよ、そばにいるよ」とか、曲をね瀬戸利に入れさせてもらったんですけど、そこから知ってくれたんですね、この曲を。ありがとうございます。やってよかった。続きまして、名古屋コーチンさん。南條さん、こんにちは。こんにちは。ファン歴まだまだ半年程度の自分、振り返りトークで当時の南條さんの思いやファンの方々の思い出を聞いて好きになった曲や YouTube のコメント欄を見て、この歌はあのライブの時はそんな風だったんだと、ライブ DVD を買ったり、非常に勉強になってます。ありがとうございます。よかった、この企画をやって。そんな僕が一番好きな曲はアンドアイです。アンドアイが好きになったきっかけは、
南條さんのソロ曲を聴き始めた頃、たくさんのソロ曲をプレイリストに入れて音楽をイヤホンで聴きながら友人たちと麻雀を楽しんでいたある日のことです。真剣に考え、真剣に麻雀を打ち続け、気づけば日付が変わろうとしていた頃、耳から聞こえてくる音楽に急に思考が停止。なんだこのいい曲は。それがアンドアイとの出会いでした。心地いいリズムに南條さんの美しい歌声がマッチし、心が満たされるような、落ち着くような不思議な気持ちになりました。麻雀終わり、すぐさま麻雀仲間の一人にこの曲を共有。翌日その友人から電話がかかってきて、南條さんはあまり知らない友人でしたが、アンドアイかなりいい、ずっとリピートで聴いてると嬉しい報告が。そしてしばらくした時に京都でオーケストラコンサートがあるというのを発見し、その友人と申し込みました。オケコンでアンドアイの前奏が始まった時、友人と拳を合わせたのはいい思い出です。いい話だね。なんか超青春じゃない。いいな。なんか初めて南條さんのライブにお邪魔し、生で心地いい歌声を聴き、より南條さんのファンになりました。今でもアンドアイはずっとプレイリストに入れて聴いていますが、特に仕事の合間の休憩時間など心を落ち着かせたい時や心身ともにリラックスしたい時にアンドアイも聴いています。ファン歴の浅い僕はオケコンでも席が遠く、まだ近くで南條さんを拝見させていただいたことがないので、間近で南條さんを拝見できる日をとても楽しみに、これからもずっと応援しています。そして南條さんのファンになって以降、麻雀の南南って書いてあるの配を切りにくくなったのは言うまでもありません。ちなみに好きな洋菓子は何でしょうか。ね、関係あるこれ。唐突な、なんかクイズこれ。好きな名古屋コーチンさんという方からいただいたお便りなので、かかってる何かに。名古屋コーチンの卵で作ったなんかです。名古屋コーチンって鳥、あれ名古屋コーチンって鳥だよね。ピオリンピオリンだっけ、あれ名前ピオリンって合ってたっけ。合ってる、かわいいやつね。まあ、ピオリンは美味しかったよ。確かに名古屋コーチンしようって書いてあった。でも好きな洋菓子はフィナンシェです。ね、フィナンシェって言うよね。あ、脱線するぞこれ。フィナンシェって言うよね。前にインスタでさ、ストーリー上げた時になんかフィナンシェって言ったら、何じゅうさん、フィナンシェのイントネーション違うわらみたいな結構書かれて、え、じゃあなんて言うの、フィナンシェ。でもなんかフィナンシェでしょと思って、フィナンシェ発音で調べてもさ、あんまりフィナンシェを発音してる人の動画が出てこなくって、うん、なんかフィナンシェを作ってるフランス人の人の動画出てきた時に、すごい現地の言葉でなんて言ってたっけな。フィナンシェなんか言ってて、いやでも日本人フィナンシェ何でもかんでも平凡にして、最近の人はフィナンシェっていうの、フィナンシェ、そのフィアンセみたいな。でもフィナンシェもどうなの、マドレーヌっていう話をしてたけど、フィナンシェじゃないのっていう疑問を残しながら終わります。この後あんたにゆっくり聞いてください。そうなの、そのフィナンシェ問題。でも私が好きなのはフィナンシェです。次回はアンチットという赤い曲についてお話ししますので、お楽しみにしていてください。それではまた。訳はまだ話さなくていいよ。そば